16T のスプロケットスプロケットとローラーチェーンスプロケットとは軸の回転をローラーチェーンに伝達したりローラーチェーンの回転を軸に伝達するための歯車のことであるチェーンホイールとも呼ばれる。身近なものではオートバイ、自転車、無限軌道などの駆動伝達、写真や映画のフィルムの急走部品に広く用いられている。 ム用の伝達用機械要素として、国際規格では ISO606、日本工業規格では JISB1802 に規格化されている。他の部品とローラーチェーンとの機械的干渉を避けるため、または軸とのフィッティングのため中心軸受けの軸方向に出たトツブ、突部をボス、B 型、C 型などの種類がある。波数は T として表記され、30T なら波が30個である。 チェーンピッチをピートすると知識が成り立つ。ローラーチェーンのコマ数と少なくとも一方のスプロケット波数との比が単純なほど摩耗が偏りやすいが歯車原則の場合ほどは重視されない。自転車のリアスプロケットクランクペダル側はチェーンリングと呼ばれ通常は後輪側よりも大きい。外部変速機を装備しているものは後輪側のみ あるいはクランク側と後輪の側両方に大きさの違うスプロケットを複数並べて任意にチェーンを掛け替えられる構造になっている。特に後輪の変速式スプロケットは5段以上になるものも多く組み合わせた状態でハブへの着脱が可能となっていることからカセットスプロケットとも呼ばれる。競輪などに用いられる固定ギアのトラックレーサーやシングルスピードのマウンテンバイクなどでは 前後のスプロケットを交換して加速重視や最高速重視などにギア比の調節が行われる。エンジン側をドライブスプロケット、後輪側をリアスプロケットあるいはドリブンスプロケットと呼び、自転車とは逆に後輪側の方が歯車が大きい。オートバイ用スプロケットでも前後の組み合わせで二次減速比を変化させて最高速の伸びや 低速域での加速力などを変化させて用途に合わせた特性にカスタマイズする場合がある。ありがとうございます。